まして、みのりです。21歳です。白塗りっていうのは、顔を白く塗るお化粧のことです。日本には、白の他にも黄色とか黒とか青とか様々な色で塗ってる方がいらっしゃいます。白塗りはあまり一般的ではないですけれど、白塗りをする友達は結構います。最初私はゴシックとかロリータ系のお洋服を着てたんですけれども、肌の色がお洋服だったりウィッグとかの色に合わないって違和感を感じていました。で、ある時友達に白塗りをしている子がいたんですけれども、その時に白塗り一緒にやってみないって誘われたのがきっかけで、一度白塗りを試してみたんですそしたら今まで自分の中にあった違和感っていうのがなくなって、これしかないって本当にそう感じて感じました。白塗りをしてる子の多くには結構グロテスクなメイクの子が多いと思うんですけど、私はグロテスクなメイクではないです。自分のオリジナルの白塗りがしたいって思って、私は田舎ですごい田舎で育ったんですけど、生まれた時から近くに自然とかすごいいっぱいあって、それを美しいって思ってて、でそれをメイクに自分の白塗りのスタイルに織り交ぜることができないかなって思って、思いましたで、結構白塗り作品っていうものを撮りためていたんですけれど、一番最初に始めたのが2009年の3月頃で、その時はまだテーマとか全然しっかりしたものじゃなくて、全身白のコーディネートで白い人っていうのをテーマで撮ったんですけど、そこから始めて、自然のもの、苔だったりとかアジサイだったりひまわりだったり、いろんなカメラマンさんと出会って、でそれで自分でコンセプトを決めて、衣装も作ってメイクもして、であとモデルもやって自分の世界観っていうものを写真で作り上げてきてます。私は作品撮りを通じて見てもらってる人とかに伝えたいことがあります。私は白塗りの状態のままでよく電車とか美術館とか普通にいろんなとこに行ったりするんですけれども、その時によく盗撮をされたりとか気持ち悪いっていう言葉をかけられたりとかすることもよくあるんですけれども、今まで撮ってきた作品を見てくれた人から、すごく感動しただとか、
いろいろなメッセージをもらうんですけれども、そのメッセージをもらった時に今まで自分がやってきたことが間違いじゃなかったというか、好きなことをやってるっていうことで、その人にも影響を与えることっていうのができるんだっていうのを知りました。今後何をやっていきたいかっていうと、自分の写真集とか出したりとか、あとは普通に展示とかやってみたいなって思ってます。自分のやりたいことっていうのを続けるのっていうのはすごく大変ですけど、やり続けていくっていうことで出会える新しい自分だったりとか、やり続けていかないと出会えなかった新しい人との出会いだったりとか、自分の本当にやりたいって思ってることを続けていけば何かしらのチャンスっていうものがもらえるので、絶対に諦めないで続けていってほしいと思います。